ついに、モが、身型護衛艦に、VLS 装備へ、魔改造との情報をキャッチしました。今回は、モが、身型護衛艦への後日装備だった VLS を詳しく見ていきますね。悪魔的建造能力はもはや、中国超えですし、オーストラリアやフィリピンなど各国から注目を集めています。日本の造船所が、護衛艦を急ピッチで建造しているとの話も、これってマジ。日本の防衛を考える上でのガイドラインとなっているのは、その安全保障政策の基本の指針として定められ、時の政府の閣議決定によって進められる国家防衛戦略であり、最新版は、2022年12月に策定が行われている。国家防衛戦略は、それ以前までは、防衛計画の大綱と呼ばれていた文書であり、2022年末に、現在の名称に変更になったが、その内容は、最後の2019年度以後の防衛計画の大綱の骨子をそのまま引き継ぐ形をとっている。そんな国家防衛戦略では、海洋国家として日本を防衛する中心に海上自衛隊を据えていると言えそうで、4個護衛隊群、2個護衛艦、掃海艦艇部隊群、6個潜水隊、哨戒機9個隊を、その戦力の中核をなす部隊に位置づけている。そして、それらの部隊に属する具体的な艦艇数の内訳は、護衛艦54隻、潜水艦22隻、哨戒艦12隻という体制が明示されており、それ以前と比較して、最後の哨戒艦という、艦首が新たに追加された状況だと言ってよいだろう。残る護衛艦54隻、潜水艦22隻という、体制は、2014年度以後の第25期の防衛計画の大綱から継続されているもので、その前の2011年度からの第22期の同護衛艦48隻、潜水艦は、同数から若干の体制増が打ち出されたものである。そんな海上自衛隊の艦艇の中にあって、造成基調にある護衛艦ではあるが、そこには、2024年時点で、イージス護衛艦 DDG が8隻、ヘリコプター護衛艦 DDH が4隻、以下、汎用護衛艦 DD 等が装備されている状況である。2023年度からの防衛予算案の増額に伴い、こうした護衛艦の中で、最も単価が高額なイージス護衛艦も2隻が新規建造されることが決まっており、また、日本独自のイージスアショアの代替を行う目的のイージスシステム搭載艦2隻の建造も予定されている。そうした状況下で、数の上では、今後の海上自衛隊の艦艇の中核となると位置づけられているのが、2022年の春より収益を開始したのが身型護衛艦であり、直接的には、阿武隈型護衛艦 DD を代替する目的で配備が始められた。モが身型護衛艦の基本仕様は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、最大幅が 16.3 メートル、深さ 9.0 メートルの艦体となっており、海上自衛隊の艦艇としては、初の艦首記号 FFM が付与されたこともよく知られている。このモが、身型護衛艦の新装にあたって付与された新たな艦首記号である FFM とは、艦艇の規模を表すフリゲートを、FF、多用途、対機雷戦闘を表す M より命名されたと言われており、汎用性の高い水上戦闘艦を志向していることが伺える。モが身型護衛艦は、機関構成にはコダグ方式を採用、ガスタービンエンジン1機とディーゼルエンジン2機を組み合わせており、最大出力は、7万馬力で、最高速度は30ノット以上と公表されており、低燃費と高速性能の両立を図っている。また、兵装としては、62口径5インチのマーク45を、主砲として、1機、マーク41型 VLS を、1機16セル、近接防空用に、ムセア、ラムを1機、対艦攻撃用に、国産の17式 SSM-4 連装発射塔を2機、324mm の三連装単魚雷発射艦を2機等の装備を前提としている。他国の排水量で言えば、4000トンから5000トン台の同クラスに分類されるフリゲートが、主兵装である VLS、垂直発射艦を32セルや24セル等装備していることを鑑みれば、
も、が2型護衛艦の兵装は比較的に抑えめとも感じられる。しかし、も、が2型護衛艦の最大の特徴としては、その見た目からも、想像が、容易な高度なステルス性能が挙げられ、艦橋の上部には、複数のレーダーやセンサ類がきれいにまとめられ、敵のレーダーへの反射断面積の低減を強く意識していることが見て取れる。加えてもが、2型護衛艦は消費とかにも注力されており、定員の乗組員数はおよそ90名とされており、同艦が、大体の対象とした阿武隈型護衛艦の同120名に比しても、25% もの乗組員数の削減を実現している艦艇となっている。そして、も、が2型護衛艦は、満載排水量で、5500トンもの大型の水上戦闘艦でありながら、従来は、もっと小型の専用の掃海艇が担当してきた対機雷戦闘を行う能力を付与されており、その点からも、コンセプトの多用途性の実現が図られている。この追機雷戦闘に向けてもが2型護衛艦は、専用の対機雷戦用の 999-11 ソーナーシステムを実装しており、共に、無人機である、機雷排除用の水蒸気、USV と、機雷捜索用の自立型水中高層式機雷探知機 UUV-OZZ-5 を運用する能力を与えられている。これら敵の散布した機雷を取り除く機能にプラスして、もっか、2型護衛艦は、簡易型の機雷敷設装置を実装することで、自身が、機雷の敷設も可能となっており、有事の際には、対象となる海上の封鎖にも、その能力が期待されている。こうした数々の新機軸の導入により、まさに多用途な水上戦闘艦として、これまでの海上自衛隊の艦艇にない機能を実現させたもが2型護衛艦は、阿武隈型以後の初雪型、朝霧型の TDO も全て代替するべく、22隻の大量建造も視野に入れていると召された時期もあった。ことに、2018年度に出された関係文書の中には、もっか、2型護衛艦は、2018年度以後2037年度までの間に、総数で22隻を建造し、各々の艦艇を、建造から40年間にわたって維持、運用するという記述が見られ、先の推察が現実味を帯びていたと言ってよかった。しかし、昨年の2023年1月末には、防衛装備庁自身がもっか、2型護衛艦の次級となる新型 FFM の企画、提案を行う事業者を募る工事を行ったため、同艦の建造は、2023年度分までの累計の12隻で終了することが明らかになった。ここで、防衛装備庁は、新型 FFM の建造を、2024年度分から10隻を新造する方針であることを示したが、さらに、同年8月末には、防衛省が、自ら、新型 FFM の建造を、2024年度から2029年度までの6年間で、総数12隻とする旨を発表するに至った。この方針変更は、現行のもが、2型護衛艦の使用に、不十分な点があると判断したか否かは説明されてはいないが、日進月歩を続ける軍事技術の進歩の速度に対し、既存艦を22隻もの数で建造を続けることに疑義が呈されたと考える向きが大勢を占めている。さて、そんな、さらに、新型の FFM の建造計画も動き出した中で、既存のもが2型護衛艦は、6番艦となるアガノが、すでに2022年末に進水を終えており、この2024年3月には実戦配備される予定で、7番艦、ニヨドと8番艦、ユーベツも寄港されている。残る4隻のもが2型護衛艦も、計画通りに、2023年度計画で2隻、2024年度計画で、2隻が予算上からも建造予定であり、以後は、2025年度分以降では、2隻の新型 FFM の建造費用として、1747億円が予算上で要求される状態となっている。こうしたもが、2型護衛艦の建造が続く中で、この2024年3月6日に、海上自衛隊の酒井幕僚長が行った記者会見では、同艦の主兵装であるマーク41型 VLS について、1番艦、もっかみから、
10番艦までの10隻が新造時に装備されないことへの質問が飛んだ。これはもが、2型護衛艦の私兵装である、マーク41型 VLS 1機16セルは、10番艦までは、建造時には実装されず、後日の装備とするという対応が続けられていたためであり、一部の SNS 上では、この事態を憂慮する、つまりもが、2型護衛艦の戦闘能力を疑問視する声も聞かれていたゆえだ。もっか、2型護衛艦の、マーク41型 VLS 1機16セルの装備については、そこから運用すべきミサイルの選定に時間を要することを理由として、確かに、今日に至るまで実装されておらず、予算上からは2024年分までで、その調達が組み込まれている状態ではある。海上自衛隊の酒井幕僚長は、この質問に対し、目下、2型護衛艦への、マーク41型 VLS 1機16セルの装備についての時期こそ明言は避けたものの、予算上は、確保済みで、しかるべき時期に、部隊運用に支障が生じないタイミングでの実装を行うと返答した。折しも、ちょうど、オーストラリア海軍が、既存のドイツは、MEKO200 型フリゲートをベースとした同海軍のアンザック級フリゲートの代替艦の候補の一つにもが、2型護衛艦を挙げたこともあり、この点は世界でも注視されているようだ。在日アメリカ軍は、横須賀海軍基地で、トマホーク巡航ミサイルの運用訓練を、日本の自衛隊関係者に対して実施したとの情報をキャッチしました。今回は、日米でのトマホーク訓練ついに、開始で、イージス艦実装間近を詳しく見ていきますね。北朝鮮の動きがおかしくなっているのは事実で、サッカーの試合を棄権しています。何かが動いている。加賀の F-35B 戦闘機認証プログラムで寄港するときに持ち帰るのかな。私だけの妄想です。2024年3月25日から29日までの延べ5日間をかけて、在日アメリカ軍の横須賀海軍基地内に停泊した同軍の艦艇を用い、搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練が日本の自衛隊関係者に向けて実施された。このトマホーク巡航ミサイルの運用訓練の実施の様子は3月28日に在日アメリカ軍を通して一部の報道機関に公開され、アメリカの駐日大使であるエマニュエル氏も同席しており、日米の軍事的な分野での関係強化を改めて強調したものとなった。エマニュエル氏は県のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に対して、日本とアメリカ両国の抑止力を向上させること、太平洋方面における軍事行動の信頼性の向上に寄与することを、ポイントとして、報道陣にコメントを発している。政治的には、来月の2024年4月10日に、日本の岸田総理が渡米し、アメリカの首都ワシントンにおいて、同国のバイデン大統領との会談を行う中でも、日米の軍事的な連携の強化が議題に上るであろうことも示唆された。日本政府としては、従来までは敵基地攻撃能力と称されてきた、トマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を、政治的には反撃能力と言い換えることで、その取得、保有、運用を定常化させる姿勢を示している。自衛隊側では、今回のアメリカ海軍の艦艇において搭載するトマホーク巡航ミサイルの運用訓練に際しては、海上自衛隊員は、元より航空自衛隊員も含め参加を行ったとされており、隊を超えた連携も考慮されていることが推察された。
今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練は、実際にどうミサイルを発射するような大掛かりなテストではなく、艦内の戦闘指揮所において、その運用手順のレクチャーを、自衛隊側がアメリカ軍から受けるといった形式が取られた模様だ。ここに参加した自衛隊員らは、艦艇搭載型のトマホーク巡航ミサイルの発射までの一連の操作を、戦闘指揮所内の実際の必要機材を通して学習し、目標捕捉から攻撃に至る工程をシミュレーションで体験したものと思われる。在日アメリカ軍が、今回のトマホーク巡航ミサイルの運用訓練のために用意し使用した艦艇は、同海軍の主力の水上戦闘艦であるアーレイバーク級ミサイル駆逐艦の35番艦で、2022年8月に就役を開始したマッキャンベルだった。アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦は、日本の海上自衛隊が2024年4月時点で8隻を保有、運用中のイージス護衛艦のベースであり、マッキャンベルは、その中でも、比較的に新しいフライト 2A というバージョンにあたる。マッキャンベルは、満載排水量が9648トン、全長が 155.3 メートル、全幅が 20.1 メートルの艦体を持ち、これに4機のガスタービンエンジンを組み合わせた小型方式の機関を搭載、最大で出力27万馬力で、速力31ノットと公表されている。このマッキャンベルという艦艇は、2011年の東日本大震災の際には、航空母艦ロナルド・レーガンの艦隊の一部として、被災地支援のために派遣された経緯もあり、艦名に聞き覚えがあるという方も少なくないだろう。マッキャンベルは、今年2024年1月末に、在日アメリカ軍がそれまで配備していたタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦の8番艦であるアンティータムの代わりに近代化改修を施された後に日本へと配備された状態だった。アーレイバーク級ミサイル駆逐艦のフライト 2A としてマッキャンベルは主兵装にマーク41モッド 7VLS を96セル実装しており、ここから今回の訓練の対象となったトマホーク巡航ミサイルも運用する能力を有している。前述したように、海上自衛隊が保有、運用中のイージス護衛艦は8隻だが、その内訳は、混合型が4隻、アタゴ型が2隻、マヤ型が2隻となっており、日本でも、これらが、トマホーク巡航ミサイルの搭載の対象となることは間違いないだろう。これら、海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は、近年は、主任務として、北朝鮮の各種のミサイルを迎撃するためのミサイル防衛の用途位置づけられてきたが、日本を取り巻く安全保障環境が悪化する中で、その役割は多様化してきているように思える。海上自衛隊では、ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の椅子も、型2隻も、航空母艦化改修を施している渦中にあり、これらが、艦載機として F-35 ライトニング 2B 型を運用する場合には、その艦隊の防空を担う艦艇も当然必要となる。日本は2023年度から2027年度までの5年間で大幅な防衛予算の増額を決め、総額で43兆円とすることで、イージス護衛艦も現行の8隻体制から2隻増の10隻体制へと拡充させることが予定されており、増加する任務への対処を考慮していることが伺える。これら10隻体制のイージス艦とは別に、2隻のイージスシステム搭載艦を、配備を中止したイージスアショアの代替策として新造することも確定しており、ミサイル防衛の中心は、こちらに移行することも想定される。さて、話をトマホーク巡航ミサイルに戻せば、日本は、同ミサイルを、総額およそ2540億円を投じて、最大で400発をアメリカから調達する予定となっており、来年度の2025年度から2027年度にかけて、その数を受け入れるとされている。費用面の総額およそ2540億円の内訳は、トマホーク巡航ミサイル本体の取得費用として、およそ1694億円、同ミサイルを運用するため、搭載対象となるイージス護衛艦への関連設備の取得に、およそ847億円が計上されている形だ。もともとの計画において、日本政府は、トマホーク巡航ミサイルについて、400発とされるすべての数を、最新のバージョンであるブロック5とし、
2026年度から調達する方向で予算を計上していたが、1年間の前倒しを決断した。この期間を1年間前倒して2025年度からとすることは、その理由に日本を取り巻く安全保障環境の著しい悪化が挙げられているが、それによってトマホーク巡航ミサイルのバージョンも最新型のブロック5と一つ前のブロック4に変更された。総数で400発を調達することに変更はないが、トマホーク巡航ミサイルのバージョンは最新型のブロック5と一つ前の型のブロック4を共に各200発ずつに安分して取得することに変更。性能そのものよりも配備時期を優先したと考えられる。トマホーク巡航ミサイルは、バージョンがブロック5であれブロック4であれ、およそ 1600km とされる射程距離には大きな違いはないが、前者は攻撃目標を識別する能力が向上しているとされ、アメリカ軍も代替を進めている渦中である。また、ブロック5には、ブロック4の性能を高めたベースとも言うべき5型と、さらに、これを艦対地、艦対艦攻撃用途を兼用可能とした護衛型、艦対地攻撃用の能力を向上させた 5B 型という3種類が製造されている。こうしたトマホーク巡航ミサイルのような長距離打撃兵器を自衛隊が装備することに関して、言わずもがな、反対派の団体や個人は、従来通り十分な議論がなされぬまま、日本政府が攻撃的な兵器の導入を強行しようとしているといった批判を続けている。この問題を扱ったウェブコンテンツ上の討論番組を最近目にしたのだが、そこに出演していた反対論者は、日本がトマホーク巡航ミサイルのような兵器を持つことは憲法上で許されていないということを論拠にしており、目新しい感はなかった。ただし、その番組の司会者は、憲法を論拠としたそうした主張には組みせず、そこには他国との関係を考慮した視点が抜け落ちていると指摘していて、ウェブコンテンツとはいえ、日本の言論空間も変わってきていることを実感させられた。日本が開発を進めている F3 戦闘機開発の今後のスケジュールが防衛装備担当者が明かした情報をキャッチしました。今回は、この F3 戦闘機今後のスケジュールが悪魔的を詳しく見ていきます。岸田内閣での第三国への輸出も決定し、大きく動き出しました。やはり、法律が通用しない共産主義国からの脅威が迫っているのも事実です。やっぱり、IHI 社の技術力には、ロールスロイス社も脱帽だと聞いたような、聞いてないような。2024年3月26日を迎え、ついに、日本の岸田内閣は、日本とイギリスとイタリアとの3カ国での共同開発を推進しているグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムに関して、そこから生み出される戦闘機の第三国への海外輸出を政治的に容認することを決めた。これは、グローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムを推進することを、これに参加する、日本とイギリスとイタリアの3カ国の政府が公式に表明した2022年末から数え、およそ1年3ヶ月の時間をかけて出された決定である。太平洋戦争の敗戦後の日本において、政治的に安全保障政策の大きな転換として取り上げられてきたものには、安倍内閣時代の2015年の集団的自衛権の行使の容認、岸田内閣時代の2022年の反撃能力の保有の容認が先にあった。これに加えて、今回のグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムにおいて開発される戦闘機の、開発参加国以外の第三国への海外への輸出の解禁は、格好の現政権批判の政治的な材料として、反対派からの批判にさらされている。こうした岸田内閣の戦闘機の第三国への海外輸出の解禁の動きに関しては、きれにことを唱える政党や団体、そして個人も含め、いわく、日本が死の商人となってもいいのか、という、戦場的で情緒的な単語をまたしても並べている状態だ。しかし、個人的に言わせてもらえれば、こうした戦場的で情緒的な単語を用いた批判が影響力を持ち得たのは、ひとえに、
旧ソ連の崩壊までの冷戦時期の時代を念頭に置いていた頃の残滓であり、今の日本が置かれた安全保障環境はあまりにも異なるだろう。かつての冷戦時代には、旧ソ連が率いた東側陣営とアメリカが率いた西側陣営とが、最終的には、その両国の持つ膨大な核戦力の下で、日本を含む大半の国々は、自陣営のその力を背景に、局地的なつばぜり合いでの優位性を担保できれば、現状を維持できた。だが、旧ソ連が、1991年に自然崩壊を起こして、東欧方面を中心に領土を減少させて以降、多くの西側諸国は、それによる冷戦構造の終焉を迎えて、軍事予算の削減に大きく舵を切り、その束の間の平和が今後も続くものとの判断を下してしまった。こうした傾向は、日本だけに特有のものではなく、アメリカすらも軍事予算の大幅な削減に動いたことは事実であるため、一概に日本だけが判断を誤ったと断言できない点はあるが、今から見れば大きく方向性を見誤ったと言っても過言ではないだろう。この時期に中国は世界の工場とも形容される状態となり、人口ボーナスを最大限に利用して経済的な力を飛躍的に伸ばし、気がつけば、そこで得た経済力に比例して、西側諸国の予想を大幅に上回る軍事力を獲得するに至った。それでも、地理的に、中国と遠いヨーロッパ方面の西側諸国は、ドイツをはじめとして、未だ中国を利する経済的な政策を改めておらず、逆に、日本は、尖閣諸島などの南西諸島方面について、中国の軍事的な圧力にさらされる事態を迎えている。そして、ヨーロッパ方面の西側諸国は、2022年2月末に開始されたロシアによるウクライナ侵攻を目の当たりにして、勝手の旧ソ連に比して、大幅に国力、軍事力ともに減少したと考えていたロシアが、未だ脅威となることを再認識させられたと言えよう。こうした世界的な軍事バランスから見ても、中国の著しい台頭、未だ、領土的野心と旧ソ連崩壊のルサンチマンを抱えたロシアが、大きな脅威であることを西側諸国は思い知らされた形で、世界中で、新たな安全保障環境への対応が迫られている。こんな状況下で行われた、今回の現、岸田内閣による戦闘機の第三国への海外輸出の解禁の動きだが、日本が、積極的に殺傷能力を有した兵器を輸出するというよりも、共同開発国であるイギリスやイタリアとの歩調を合わせたものではないだろうか。言うまでも、なく、イギリスやイタリアは、日本のような武器輸出への規制をもとより言っておらず、政治的に問題がないと判断すれば、戦闘機に限らず、第三国への兵器輸出を行い、その製造コストを低減させることを、大きな目的として定めている。ことに、今回のグローバルコンバットエアプログラム、グローバルコンバットエアプログラムのような新型戦闘機の開発計画の場合、膨大な開発費が必要となることは明白であり、日本、イギリス、イタリアの3カ国が自国で調達する生産数では、コストの低減は困難だと見さされている。この日本、イギリス、イタリアという3カ国の中では、日本の経済力は、群を抜いて大きく、その立ち位置を最大限に利用して、GCAP、グローバルコンバットエアプログラムの開発における発言力を維持する上でも、第三国への兵器輸出の容認は前提になるだろう。もともと、日本は、次期戦闘機の開発については、自国主導での開発を強く打ち出していたものの、4から5年前までは、これまでと同様に、アメリカとの共同開発が規定路線と考えられており、その意味では、開発の主導権を握ることは困難だったと思われる。日本が次期戦闘機の開発を推進した背景には、現行で航空自衛隊が運用中である F2 戦闘機の退役時期が迫っていたことが大きな要因としてあり、およそ90機を有する同機は2035年頃からの退役が確実視されていた。そのため、F2 戦闘機を代替するための次期戦闘機の開発も同様に、2035年には収益が可能なスケジュールが必要とされてきたが、アメリカとの共同開発を行うには、同国の新型戦闘機開発計画である NGAD、
ニュージェネレーションエアドミナンスとは時期が不一致であった。アメリカが進めている NGAD、ニュージェネレーションエアドミナンスによって生み出される機体は、早く、とも2040年代からの収益を目指している模様で、かつ、その機体は、他国に輸出する考えは想定されていなかった。そのため、アメリカ側としては、日本の次期戦闘機開発に協力する場合には、ロッキード・マーチン社製の F-2 にラプターと F-3 ゴライトニング2を合わせた形の折衷案を提示していたとも言われており、そこには、当然日本が主導する余地はほとんどなかったと考えられる。その意味では、アメリカ側が有する戦闘機の技術的な能力には及ばない可能性は否定できないが、イギリスやイタリアと日本が、グルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムに取り込むことは、主導権の担保という点では、まだ可能性を残しているだろう。それを考慮すれば、性能的には、アメリカとの共同開発よりも多少劣る恐れはあるものの、イギリスやイタリアとグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムを推進する方が、日本にとっての自主性は保たれる可能性が高い。ただし、昨今のグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムの流れを俯瞰してみると、イギリスの BAE システムズ社、ロールス・ロイス社、そして、イタリアのレオナルド社の実績に裏打ちされた交渉力は強そうで予断は許されそうもない。こればかりは、今後具体化されるグルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムの動きを注視するしか、日本の一個人にはできないが、願わくば日本側には、政治的な交渉で有利な条件を引き出してもらいたいものだ。それを行うためにも、イギリスやイタリアが志向してやまない、グルーバルコンバットエアプログラム、グルーバルコンバットエアプログラムで生み出される機体の第三国への輸出を日本が容認することは、外せないことは言うまでもないだろう。ちなみに、仮に、日本が、次期戦闘機の第三国への輸出を行うとした場合、その対象となるのは、アジア地区が想定されているが、そこにおいて、防衛装備品及び技術移転協定等の条約を日本が締結している国は限られている。現時点で、それは、インド、フィリピン、マレーシア、インドネシア、ベトナムが該当はするが、高額な戦闘機を実際に購入可能で、政治的にも問題がなさそうな国は、正直、これらの中からは考えにくいように、